今年に関しては、まあ、ご時世的に多分人少ないかなって思ってたんですけど、結構並んでました。皆さんこんにちは、ジェスオールグルダーヒロゲラ。はい、今回の動画はこちらです。よっ、殺しちゃった。はい、こちら。はい、今年もやってまいりました。2021年トイザラス限定レゴハッピーバッグを開けます。はい、今年も元日限定トイザラスレゴハッピーバッグを買えることができました。今年に関しては、まあ、ご時世的に多分人少ないかなって思ってたんですけど、結構並んでました。ちなみに僕は朝の6時半に起きて、7時に地元のトイザラスに着いて、そこから開店までの3時間ずーっと並んでました。もうめちゃくちゃ足痛かったです。はいで、こちらのトイザラス限定レゴハッピーバッグは総額2万円相当のものが1万円で買える超お得なハッピーバッグになってます。で、今回はこちらのハッピーバッグ以外にも新発売のレゴを買ってきました。はい、まず一つ目はもう話題になっているレゴシティの交差点です。今までの交差点はプレートだったんですけど、今回はもう堂々としたブロックになってます。ちなみにこちらは2200円で買いました。2個買おうと思ってたんですけど、まあ1個でいいはずと思って1個だけ買いました。そしてレゴマリオの新作のワンワンの突撃チャレンジも買いました。はい、そしてキャラクターパックの第2弾も6個買いました。そして1万円以上買うともらえる干支の牛ももらいました。はい、1月1日に地元のトイザースで購入したものを全て並べてみました。画面に載っていないんですけど、アマゾンでハナちゃんのコースも購入しました。はい、では今からこちらのレゴハッピーバッグを開けたいと思います。あ、そうだ、開ける前に実は、はい、こちらも開けます。ちなみにこちらは動画の後半で開けます。はい、ではハッピーバッグを開けます。ちなみに去年はレゴクリエイターのケーキショップが入っててめちゃくちゃ良かったです。あと入ってたのはちっちゃいポリバッグと忍者ゴーとファンタスティックビーストとレゴスターウォーズアナキンのナブーのスターファイターは覚えてます。ちなみに今回はご時世的なこともあったんで、もう選ばずにもうこれだなって思うものを選びました。とりあえず個人的に欲しいのは、まあそうですね、レゴクリエイターとレゴスターウォーズあたりはまあ欲しいです。では開けます。はい、開けました。まだ中身は見ていません。まずちょっとでかいやつあるかな。あ、これ結構でかい。まずこの中でおそらく一番でかいもの、これを見せます。一つ目はこちら。よいしょ。おおー、これはすごいな。はい、まずはこちらレゴワンダーウーマンのこれなんだろう。すいません、僕ワンダーウーマン見てないので、これがなんだかわかんないです。はい、一つ目はレゴワンダーウーマンが入っていました。では二つ目は、あ、これにしよう。なんか箱の形がなんか変だもん。いただきます。二つ目はこちら。よっと、ん、おー、レゴ忍者ゴーだ。はい、二つ目はレゴ忍者ゴーが入っていました。これ箱の形がアーケード筐体意識してるのが、僕結構これ好きだなって思いました。忍者ゴーわかんないので、どうしようまあ動画に関してはまあちょっと考えておきます。はい、二つ目はレゴ忍者ゴーが入っていました。三つ目もなんかこれ忍者ゴーっぽいですね。ではいきます。はいはい、三つ目も忍者ゴーが入っていました。多分これは主人公のものだと思います。じゃあ四つ目いきます。せーの、よっと、ん、おおはははレゴスターウォーズが入ってました。はい、4つ目はレゴスターウォーズデススターキャノンが入ってました。これもうレビュー済みなので、これどうしようかな。じゃあ次はこれにしよう。いただきます。せーの、よっと、ん、おお、これは、あ、これはレゴハリーポッター。はい、5つ目はレゴハリーポッターが入っていました。次に入ってるものが多分最後と思います。最後はこちら、よっと、あーはー、あ、あとあとあと、はい、最後の一つはレゴ忍者号が入っていました。最後かと思ってたんですけど、あと二つ入ってました。残りの二つはこちら。はい、こちらレゴバットマンと、そしてミニフィグのバットマンが入っていました。前々からバットマンのレゴ結構かっこいいなって思ってたんで、これはすごい嬉しいです。はい、2021年レゴハッピーバッグ男の子用の中身はこんな感じです。去年はレゴクリエイターとかが入っててすごく良かったんですけど、今回はレゴ忍者号やスターウォーズやバットマンなどの作品系のレゴが多かったです。まあ、個人的にレゴクリエイター1個は入れてほしかったなって思います。はい、皆さんお待たせしました。冒頭でチラッと見せたこちらの封筒を開けたいと思います。ちなみにこの封筒の中身に関しては、まあ一部の人だったらまああれじゃねえかなって思うものです。では行きます。せーの、ジェット、
はい、これが入ってました。これは何かというと、レゴスーパーマリオキャラクターパック第1弾のメットです。はい、去年の自分への誕生日プレゼントの動画で、もう絶対にメット当ててやると言ったんですけど、残念ながら出なかったので、今回こちらのメットを単品で Amazon で買いました。値段は送料込みで900円でした。いや、まあ個人的には、まあ単品で買いたくなかったんですけど、第1弾のキャラクターパックはもうどこにも売ってないので、もう今回は屈辱の単品買いをしました。で、今回こちらのメットの組み立ては、レゴマリオキャラクターパック第2弾の時に一緒に組み立てます。はい、ということで、2021年、トイザース限定、レゴハッピーバッグを開けてみました。個人的に今年のハッピーバッグの中で良かったのは、こちらのレゴワンダーウーマンです。ただ、今回のハッピーバッグの中に入ってたものなんですけど、ちょっとわかんないものもあるので、レビューするとなったら、ある程度の情報は入れた上でレビューしようと思います。で、ハッピーバッグ以外に購入したレゴも近日中に動画を撮影してアップロードしますので、楽しみにお待ちください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おならー、イエーイ。